ご縁を紡ぐ私の好きな言葉、まあ、皆さんいろいろとお持ちだろうと思いますんで、まあ、自分なりのお話ということで、ご容赦いただきたいんですけど、あと、アイリッシュパブって何やねんということで、どうして和歌山でやったのっていう話もちょろっとさせていただきたいと思います。製薬会社の時の時代の写真があんまりなくて、写真が入れてなくてすいません。で、キリンビールがアイリッシュパブ開業に向けてというこの3ステップがありました。で、製薬会社時代っていうのは1983年の4月から1991年6月まで、7月、6月30日で、日本臓器製薬というのを退職しました。退職が6月31日で、キリンビール入社が7月1日ということで、なんか会社が変わったにもかかわらず、全く、実はどこにも遊びに行けずに、その日、大阪から東京に行って入社式というような流れでありました。まあ、その時何があったのかなと思ってちらっと見たら、東京ディズニーランドが開園してたり、金妻ブームだったりね、日航ジャンボ機が落ちたり、で、国鉄が民営化されたのが87年で、まあ、一番大きなのは昭和から平成へなって消費税スタートしたと、まあ、いわゆるですね、まあ、ここにいらっしゃる方は大体みんな経験されている時代かなというふうにも、年代、まあ、ちょっと違う方もいらっしゃるのかな。今の眼鏡をかけた方は、だいぶちょっと、そんなもん知らんわいみたいな話で、あれかもしれませんけど。ということで、まあ、その頃の、お姉様たち方も、会社の制服、通勤姿みたいなのは、まあ、こんな感じだったです。ビューボさんなんかこんな格好してんちゃいますか。で、まあ、こういう時代です。多分、踊られた方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。なんか和歌山にマハラジャってあったんですよね、確か。ねえ。もうイケイケでしたよね。本当に、すごかったです。まあ、ということで、バブルが来たという、まあ、来たんですね。来るんじゃなくて来たっていうことですね。まあ、この時代を私が製薬会社の時代として過ごさせていただきました。ということで、大変ですね。まあ、イケイケロンドンのルンルンソの和歌山の、和歌山じゃねえや、まあ、和歌山は最初だったんですけど、イケイケロンドンの、サラリーマンのスタートを切ったわけです。まあ、おそらく皆さんもそうじゃないかなと思います。財布の中に400円しかなかったのに、新地で3軒ぐらいはしごしたりね、タクシーチケットも名刺で行けたりね、で、まあ、そんな時代でございました。まあ、そういうことで、まあ、そんなバブルの時代を過ごしながら、まあ、人並みに、27歳で結婚いたしまして、28歳で、子供も生まれました。ちょっと写真が、生まれた時の写真が、奈良の実家に、嫁の実家に置いてあるらしくて、私には手元にないんで、あるやつで これちょっと大きな手柄の写真ですけど、で、まあ、僕もちょっと細かったですね、非常に。これ、今も奥さんです、トラには。はい。で、営業のですね、ノウハウやら人脈、人力なんかのですね、をつけないかなって感じたのがこの時期でした。まあ、和歌山医大とか、和歌山県全県の市中病院を担当させてもらってたんで、まあ、全県行ってたんですけど、まあ、この時にだいぶ人とのこうコミュニケーションの取り方とか、人のこう心に入っていくやり方とかを学んだような経験をあります。なんていうかな、まあ、その頃のプロパって、医局で先生をこう捕まえるんですね。で、先生に気に入ってもらわれへんかったら薬は使ってもらえないというような時代でした。と、そんな中で、まあ、僕も3年ぐらい、医局に壁に張り付いて先生の業を見てたりですね、というような、そんなような時代でした。で、手術の予定を全部メモして、で、その使う薬を何が使われるのか確認したり、夜中の3時までオペを待って、弁当を5000円ぐらいの弁当を持って待ってたりですね、あと、まあ、お医者さんの猫を預かったり、まあ、そんなような時代でございまして、まあ、要は一期一会でどんだけ人とこの心をコミュニケーションコミュニケートできるかが勝負やったんですよね。まして、あの頃は医者がお医者さんがもうものすごい上の存在で、プロパーっていうのはもう本当にもう虫けら同然でしたんで、まあ、どっちかっていうともう、ね、ペーペーでしょ、なおかつだから、お医者さんにこうどうやって気に入ってもらうかっていうのがもう全てやったんですよ。だから、喋れるだけで、お医者さんと喋れるだけで、
すげえなって思えた時代なんで、そういう、まあ4年5年ぐらいを過ごしたのかなっていうふうに思います。まあそれが和歌山だから、和歌山大学、和歌山医大、日赤、その辺の先生たちに、その辺のこうノウハウを教えていただいたというか、いうふうに感じています。これがスタートで、まあとりあえず8年間、その製薬会社におったんですが、まあその8年間も、まあ、そういうふうに人と人とのこうつながりをこう考えた時代ではあったんですけど、その時に、まあ縁があって、まあ、キリンビールに入ったわけです。まあ、先ほど言いましたように6月31日に、退職し7月1日に入社と、まあ、この顔を見ていただくと分かりますように、やったろでみたいな顔をしてます。なんぼのもんやねんキリンビールみたいなって話で入った感じがしております。でその頃またキリンビールのまだシェアナンバーワンでして、でまあそんなようなあのルンルン時代で、中国支部長の支部の組合の執行委員長なんかもやって、サーブ900のターボにも乗り、モテモテのこれお姉さんたちと、お姉さんってこれ社員ですよ、これこの人たちと2時3時まで飲んで、3時ぐらいまで全員会議で拘束して、やったり、まあ、ありとあらゆるパワハラをやってきました。ていうかやられました。それでもうほんまに車乗ってる時に一緒に突っ込んだろうかなと思うぐらいまで追い込められた時代です。それをまあある意味救ってくれたんですけどね、また次の上司が。でその時に感じたのが、まあこのこっち側の写真はまあええ時の時代ですわ。サーブからボイジャーに変えてね、喜んでたんですけど、まあでまあ本当にね、その上が言うから下になんとかせないかんとかじゃなくて、自分の価値観を持つことってすごい大事やねんなっていうふうなものを思ったのがこの時代でございます。まあ、その間に子供も育ち、いろいろと、まあ、群馬県での、人とのつながりもでき、まあ、こういう、パワハラでの懸責処分を経て、まあ、一つ自分では大きくなったかなというふうに思えた時期でした。それで、まあ、東京に移動になりまして、4年ほど東京と山梨を管轄してたんですけど、まあ、管轄って言っても私が全部やってるわけじゃなくて、23区内の以外の多摩地区を担当してたんですけど、その頃、なんていうかな、コラボレーションのすごさを、身にしみました。まあ、群馬の時代は一人で何でも引っ張っていくと、それで、何でもできるというふうに自分でも思ってたから、人にも自分の思うようなことできないとなんでやねんっていう感覚で接してました。これで、まあ、懸責処分まで受けてしまいましたんですが、まあ、そんな流れの中で、人に任したり、人と一緒になって仕事をしたり、することの大事さを学んだのが、まあ、東京の時代だったかなと思います。まあ、もう40近くなって、40ぐらいになってたのかな。もう40ぐらいでこんなことを考える、思うんやったら、そんな遅咲きのやつはアホちゃうかと思われるかもしれませんけど、まあ、僕は多分遅だけだと思います。もっと今はね、今の若い子は20代で起業したり10代で起業したりして、すごいいろんな仕事をこなしている人もたくさんいらっしゃるんですけど、まあ私の場合は遅だけなんだなというふうにも思ってます。まあ別にそれで悪いとも思ってないし、いいとも思ってない。まあそんな流れの中で、吉祥寺っていう町があるんですけど、東京でここでお住まいになった方とかいらっしゃいますか？あ、結構いらっしゃって3人さん、はい、吉祥寺を住んでみたい街ナンバーワンで、にもなってます。去年は違ったのかな、まあ毎年上位に上るところです。そこで、まあ、ビールの話になっちゃうんですけど、ハートランドというビールを、まあ、非常に緑の多い東京でも街で、ですごく井の頭公園とかほっこりする街なんですね。その町でハートランドという瓶ビールを、まあ展開しようじゃないかというプロジェクトを、まあ立ち上げまして、で、まあチームでハートランドを、吉祥寺のお店の中で増やしていこうじゃないかと、
まあ、でもそのためには、地元とやっぱりどれだけ密着できるかやろうなっていう話があって、で、まあ、ハートランドをどういうふうにしてプロモーションしていけばいいだろうということで、まあ、ハートランドを、まあ、店のカバレッジを上げる、あの点数を上げるっていうのはもちろんなんですけど、そのための方策として、吉祥寺の街みんな好きですよね、だからハートランドも吉祥寺の街を、が一番似合うビールだと思ってます、でデザインコンテストしましょうということで、T シャツデザインとか、ポストカードとかコンテストを、吉祥寺でやりました。まあ、あの近辺ってデザイナーとかアーティストとか、アニメアーティストなんかもういっぱいいるんですね。だから100ぐらい集まりましたかね。それで吉祥寺の町の皆さんと選考会を、こういう会場を借りて全部張って選考会をやって、それであのデザインを起こしたりして、でやってきた流れの中で、じゃあそのもっと吉祥寺に形に残るものは何かないかなということで、あの吉祥寺の西公園というのがあるんですけど、そこにあのハートランドの木ってニレの木を、まあ、モチーフにしてるんですけど、そのニレの木を植えようじゃないかということで、王冠を集めたり、そのタブルの樽のこうキャップを集めたりして、それをドネーションっていって、あの、まあ、お金に換金して、で植えましょうという流れを作ったんですね。で、あの一緒に植える子どもたちを、その木の樹齢と同じ子どもたちを集めようじゃないかということで、それも行政の人たちがすごくアイデア出してくれて、幼稚園の子たちと一緒に木を植えました。樹齢が7年くらいの木やったかな、5年ぐらいの木を植えて、それが5歳ぐらいの幼稚園たちと一緒に植えて、まあ記事にもなったり、いろいろとしたんですけど、で実はこの前ちょっと東京に訪れる機会があったので、どんななってるのかなと思って、でその頃の行政の人たちとちょっと一緒にいっぱい飲んだんですけど、だいぶ大きくなってました、木が真ん中なんですけど、で、この植えたのが2007年か8年ぐらいだから、もう今10年ぐらい、子どもたち今15歳ぐらいかな、15、6歳、あと4年ぐらいで一緒にその下でビール飲めるなみたいな話になってます。で吉祥寺 その西公園に行っていただくと、この大木はキリンビールさんがやってくれましたよっていう看板がついてます。まあ、これこういうのを、まあ、この真ん中はその当時 あの上司とその吉祥寺の市長ですけどね、の贈呈式やったりなんかして、まあ、こんなことやって、まあ、あのみんなでコラボレーションするといろんなこういろんなことができんねんなっていうのを経験したのが東京時代でございました。まあ、本当に行政の人たちともコラボできるっていうのが、よく分かったなというふうに思います。でそれから仙台に行っちゃいました。その時はもう、まあ、営業部長で行ったんですけど、まあ、ご存知のように2011年の3月11日に東北の大震災があって、まあ、言わずと知れたキリンビールの工場も実は東北にありまして、ひっくり返りました。であれあのタンク、クレーン車のよりもあんだけ大きいタンク14機あったのかな、のうちの5機がひっくり返って倒れてます。でまあそれを、復興させるということで、実はキリンビールが一番あのエリアでは早く復興させたんですけど、もうその10月には工場復興させて、11月にその一番搾り取れたてホップというのを出荷してます。でその時の出荷する時 の映像、まあ、これ DVD でも入ってるんですけど、みんな工場のメンバーです。まあ、一生懸命やればなんとかなんやなというのを感じたのがこの宮城県の時代です。まあ、これもね、ちょっとこれ1日で30分のバージョンもできるんですけど、まあいいわ。それあのこんなような感じで、もうあのなんていうのかな、人ってすごい強いなって思いますね、本当に。あのもうこの映画見てるとまだちょっと涙が出てくるんですけど、まあいいです。で、まあキリンビールももう宮城からで次和歌山に来たわけです。で和歌山、2012年の4月に来たの。だろうと思いますけど、多分そうなんだろうと、もうだいぶ前の話になっちゃうんですけど、でまあそれなりの、各エリアの中で自分なりに感じてきたことを、まあ、この和歌山支社で、
まあ、支社長という立場で責任者として、まあ、赴任して来いと言われた中で、やっぱりこう集大成の場所だというふうにも考えてましたんで、なんとかですね、地元地域に元気でも、それは元気にさせないかんのは自分も元気やろうなという、まあ、この元気を出る会の趣旨でもあるのかもしれませんけど、地域に元気で自分も元気と、でそのためには何が必要なのかというと、形になるまでやりきることやというふうに、まあ、和歌山支社長時代は思いました。まあ結局あでもないこうでもないと議論してても全然物事は始まりませんし、結局具体的にお客さんあるいは、世間に何を発信するか、何を具体的なものとしてプロダクトするかっていうことが、やっぱりこう地方を元気にしていく、あるいは自分も元気になっていく一つなんだろうなっていうふうに思いました。まあいろいろとこう写真見ていただくと、まあこんなことやってきたっていう話なんですけど、まあ日高川町のあゆあまごをですね、まあ全国のキャンペーンで発信したりですね、まあプロレスの中でのど越しのこうやったり、九度山で真田丸のデザイン館を、まあ、やってみたり、まあ、町長ですね、岡本町長と写真な、あと北山村の蛇腹を使ったカクテルコンテストをしてみたり、まあ、あと、まあ、これはもう会社の全体の、プランですけど、一番絞りの、まあ、地元バージョンで和歌山づくりっていうのを作ったり、まあ、こんなようなことをやりながら和歌山の元気に貢献していけたらなというふうに思って、自分も元気になりながら和歌山を元気にするということをやってきたこの5年間かなというふうに考えます。で、まあそんなような5年間なんですけど、まあ一応会社なんで57歳で役職定年です。で私が今年の2月24日で57歳になるんで、なったんで、まあ実際そのなる年の、に、あれなんですね、まあ、役を降りろとで異動になるんですけど、まあ、その、まあ、中で、まあ、60までいてもいいし、65まで食卓でおってもいいしということで、です、まあ、そんな中でも非常にこのまたご縁がございまして、和歌山で、まあ、今あるアイディシパブを開業に、つながったわけでございます。まあ、去年の8月にですね、マルマンさんに、まあ、8月その頃ちょうどもうどうしようかなと思ってた頃に、マルマンさんにお食事に行ったら、社長夫人が、3階がいたから誰か借りてくれんかなって言われたんですよ。で3階かと思って、でなんか虫の知らせで次の日また行ったんですね。そしたらマルマンさんの社長がいらっしゃって、榎本社長ですね、まあ、当然キリンビールもお扱いいただいてたので非常に懇意にはさせていただいてたんですが、そのお昼頃行ったらまた社長と道端で会って、あんたなんか辞めてなんか考えてんのって言われたんで、まあ、実はそうなんですよねって言ったら、まあ、突然この店やってくれんか言われたんですよ、8月の初めの頃ですね。で3月でわしももう年やから辞めようと思ってんねやと、この店やってくれんかということで、まあ、15分ぐらいで分かりましたって言ったんですけど、それがまあきっかけです。で、まあ、その間に、こんな物件が出てきて、で私俺もこんなことやりたいと思ってんねんって言って、そのキリンリア城っていうのはまあ、これから扱っているギネスとか、洋酒を使っているキリンとリア城っていう世界的な洋酒メーカーとのジョイントベンチャーなんですけど、まあ、そこの支店長との、話があって、で今回デザインしてくれた、これは長野県の松本にある会社なんですけど、小野社長というのとのご縁があって、で、まあ、今回に至るわけです。で、アイリッシュパブっていうのを、まあ、どんなもんやねんという話なんですけど、アイリッシュパブって、実際は、まあ、なんていうんですかね、こんな雰囲気なんですねでこんな感じなんです。みんながワイワイ踊ったり騒いだりで、まあ、松本にはロードロックというのが、まあ、アイリッシュパブの、まあ、ある程度火付け役なんですけど、全国で、まあ、これがですね、松本市をすごい活性化に導いたパブとして有名です。松本にもしいらっしゃることがあれば寄っていただければあると分かると思うんですけど、まあ、松本市を、なんていうかな、一つの店が、町並みを元気にした一つの
成功事例として取り上げられているところです。まあ、その松本氏のオールドロックさんが、まあ、こんなようなことを書いてくれてるんですね。パブはプライベートハウスの、まあ、略ですと。で、家庭的な優しさとかダンディズム、あるいはロマンティズム、俗っぽさも全てパブにはあるんですよと。で、いつでも美味しいって胸を張っておすすめできるビール、それから安らげてくつろげる、そんな伝統的で街に根付いたパブのある生活を追求する、旅を、まあ、オールドロックさんは10年求めてきたと、まあ、うちは、まあ、これから求めていくというようなことでございます。まあ、こんなふうにしてパブっていうのは街の公共物、まあ、酒の飲める僕は公民館やと思ってるんですけど、まあ、そういう、店作りが、今度僕の退職後の起業した時のその和歌山に対する貢献、あるいは地方に対する元気の貢献につながる一つの具体的な形として現れたというのが、まあ、今回につながったということです。まあ、そのためにはハードルがいっぱいありました。まずは嫁反応理解、なんでっていう話ですね。最初はね、もうそんなもんほっといても給料もらえるし、ボートをして会社の悪口でお金もらえるんやからいいやんっていう、それを、あえてなぜそんなところに飛び込まないかんのというのが、まあ、まず最初の彼女の反応でした。まあ、当然ですよね。まあ、それをなんとかまあ、もう汗水流してどうのこうのじゃなくて、もっとかっこいいのやるからよって言って一生懸命そのパブ の写真とかいっぱい見して、やりました。あとは、まあ、彼女をそのアイルランドに連れてったりですね、まあ、そういう話、また小野さんに会わしたりですね、まあ、いろいろと、まあ、やりながら、まあ、ある程度今理解してくれてんのって聞いたらいいやって言われますけど、とりあえずなんとなく、まあ、応援はしてくれてる感じがします。それで、まあ、そんなようなことで、まあ、いろんな、パブ開業に向けた、ご縁ができてきたということでございます。で、まあ、ご縁をつなぐ、結ぶですね、好きな言葉ということで、まあ、こんなもう皆さんに釈迦に説法な感覚で、もう僕なりのその言葉なんで、まあ、聞き流していただいたら結構なんですけど、僕が大事に思っている言葉が3つございます。それが、まず最初に神は細部に宿る。ちょっとこれちょっと違うテイストでの、図ではありますけど、まあ、よく言われますよね、ヒヤリハット、まあ、大事な大きな事故は一つだけど、その下に水面下で329の、やばいのが、実はちっちゃいやばいのがあると、まあ、これが細部に宿るっていう意味ではないと僕は思ってるんですけど、要するに何ていうんですかね、その炭の誇りをこうやるんじゃないんですが、相手の気持ちをどれだけこう考えられるかがこの言葉に、の裏にあるのかなという気はしています。で、本当にこれで相手が納得しますかとか、気持ちいいと思う自分も納得できますかっていうのをもう一遍問い直すっていうことが大事な話なのかなというふうに感じています。まあ、例えば飲食をやってると非常に思うんですけど、テーブルとテーブルがありました。で、お客さんが来た時にテーブルとテーブルひっつけてって言われた時に、テーブルとテーブルをひっつけたら、そのテーブルの2つのテーブルに1センチもない5ミリぐらいの段差があった。これは正解ですかっていう話ですね。この段差をなくすことがやっぱり僕らの仕事なんじゃないかなっていうふうなふうに考えてます。これがあるかゆえに、お客さんが灰を置いた時にこぼれたり、そしたらお客さんの服に何かがかかったり、いろんなことがあると思います。まあ、日々そういうふうに見てると、もうこんなんダメやっていうのがいっぱいあるんですけど、でもそういう部分がやはりその細部には神が宿っているんだ、そういうところに身を届けないと、やっぱりそのいろんな部分は大きな仕事にもつながらないんじゃないかなっていうふうに考えています。あと6分か7分なんで端折りますけど、で、夢は3次元で見ようと、どうにもならないことは絶対あるんですね。ちょっと今日作ったんでバタバタでもうこんな感じになってるんですけど、これはね、僕のね、まあ、ある程度尊敬する、ある程度言ったら怒られるな、尊敬する上司の言葉です。夢を実現させたかったら、その夢をビジュアルで考えろと。で、ビジュアルでその時の夢を、自分がどこにいて、誰がどこにいて、どうなってるかっていうのを映像で見ないと、その夢は実現しないぞっていう話をされました。まあ、確かにそうですね。だから、その
今日もこの現場を僕はここでこういうふうにしゃべるんやっていうのを、まあ、夢っていうか夢に置き換えると、まあ、多分 そういうことなんですよ。皆さんの周りで喋ってる自分をこう想像する。で、偉そうに言いますけど、現状と目標と目的、まあ、目的に向かって頑張れみたいなマネージメントの話がよくあると思います。で、僕自身は、これを、縦系列に置きたくないんですよね。現状が下で、目標が上で、目的が上で、で夢が上で、理想が上みたいなね、縦に置いちゃうと何もかもがしんどなるんです。だからこれを横に置くことによって、実現可能な気持ちになるんじゃないかなというふうにずっと思ってやってきました、はい。で、まあ、そういう意味で言うと人生心の置き所というのが3個目の僕の好きな言葉です。運命を開くと、中村天風ってね、あの大正時代かなの、まあ、スパイでもあり、哲学者でもありっていう方、まあ、本 何回か読まれたこともいらっしゃると思うんですけど、要するにもう心一つの置き所によって人生っていうのはこういい方にも悪い方にも行くんやということですね。まあ、なんか嫌なことがあった時に、その嫌なことを回避するんではないんですけど、考え方を変えてみると、どんな感じで変わるかっていうのが、まあ、皆さんもおそらくたくさん経験をされているんではないかというふうに思います。はい。で、アイリッシュパブってなんで和歌山でやってるの、はい。アイリッシュパブっていうのは、アイリッシュと、アイスランドとよう間違われます。アイルランドとね、まあ、イギリスっていうのは実はあんまりなくて、まあ、ウェールズとイングランドとスコットランドと北アイルランドが、まあ、いわゆるイギリスと言われているところですね。で、アイルランドっていうのはまた別の国ですよね。で、地方にはアイリッシュパブっていうのは最適な業態だと僕は信じてます。0.5 次会の業態だというふうに考えてます。で、かたやもう一つブリティッシュパブっていうのもあってですね、ブリティッシュパブってちょっとね英国的なんですよ。まあ、ブリティッシュって書いてあるぐらいから。それで品格とか、がすごい重んじられたり、バーマンは絶対にお客さんの側には行かないとか、あるいは喋りかけないとかあるんですよ。で、非常にあの上にですねバーカウンターがずらっと並んで、お客さんとの、空間がすごい狭いですね、ブリティッシュパブって。で、どっちかというとギネスビールを嫌います。エールビールを主体として売ろうとする。ただ、で、しかも音楽はそんなにガンガン鳴らさない。で、それに比べてアイリッシュパブっていうのは、まあ、アイルランド発祥の、まあ、アイルランドっていうのはね、もう移民がいっぱいいますからね。ケネディだってアイルランド人ですからね。そういうことでいうと非常にあの、まあ、フランクな感じで、で、まあ、クラックって書いてありますけど、なんか楽しい雰囲気を醸し出すっていうのがアイルランド、アイリッシュパブです。まあ、みんな勝手に踊ったり勝手に飲んだりで、知らん者同士でこうやって友達になってフェイスブックでなったりね、こんな風なのがアイリッシュパブです。で、 0.5 次会っていうのはなぜかというと、1軒目に行くよりもちょっとまあさちょっとっていうのかな、あるいは1軒目終わって変な上司で行くの嫌やな、でも2軒目はもう2次会なめんどくさいな、もう帰りますって駅前で飲めるんだって、そんな感じですね。まあ、そういう 0.5 次会の世界をアイリッシュパブは作れるということです。で、なんで和歌山やなということですけど、まあ、これはもうご縁なんです。もうご縁しかないんです。榎本さんとのご縁、あるいは皆さんとのご縁で、まあ、いろんな人がご縁があってここにできたんですけど、和歌山ってもうほんま人口減少してますよね。なんかこの前聞いたら94万人になったんですか、ね、100万人を超え切ったのが何年前みたいな話の中で、毎年1万人近く減ってる。そやけど旅行者増えてるんですよね。でチャンスはあると思うんですよ。インバウンドもいっぱいいるし。で、まあ、実際は駅前に集中してるとは思いますけど、まあ、観光客多数ですし、おいしいもいっぱいあるし、旅行者いっぱい来てるし、で、再開発あるし、で、0.5 次会の業態は実は今ニッチな世界としてない。で、そういう意味で言うと和歌山っていうのは非常に、ビジネスチャンスは僕のこの業態で言うとあるというふうに踏みました。それで、和歌山の人の飲食の悪口言うたら怒られるんですけど、まあ、特徴的なことは食事メインで個室好きで、人の悪口を言うて、それで排他的で馴染み客だけ優先して、その来たお客の客単価アップどうやってやるかってことしか考えない。そういうお店が多い。で、ちっちゃく投資して大きく儲けだろうっていう気持ちが強い。で、その逆を全部やれば絶対ニーズはあるんだろうというふうに思ったんで和歌山です。で、和歌山の人の潜在ニーズはおしゃれ好きやし、友達が欲しいし、海外交流もしたいし、英語も喋りたいな、都会に都会もやってる、ちょ田舎やけど都会も憧れてんのよみたいな話です。で、
背伸びしたいんですよ。でもなかなかしないっていうか、でもやってきた人もいっぱいいる、まあちょっと語弊があったらごめんなさいね。でもそういうふうなニーズは絶対あるので、もっと和歌山都会にしようよというのが僕のこの思いです。で、和歌山と今後に向けては海外をゲートとしてお酒の目もある公民化を目指したいということで、ここに、一応うちの女房も前で写真にっこり笑って撮ってくれました。まあ、いろんな人がニコニコに笑ってくれてます。で、和歌山の食材を使ったいろんな提案もしていきたいし、音楽もやりたいし、スポーツもやりたいし、ここに木野さんもいます。はい、こういうことでですね、ワイワイガヤガヤとできる街づくり、店づくりをみんながやれば、もっと和歌山元気になって、泉南地区から和歌山に飲みに来るというぐらいまで持っていけるんじゃないかというふうに考えています。どうもご清聴ありがとうございました。